波岡さん、お姉ちゃんをよろしくお願いします。あと、さやかもよろしく。はぁ、さやかに言ったんですか。紛らわしいから別の呼び方。さやかちゃんとかプリティに呼んでもらえません？こら、さやか、いい加減にしなさい。ごめんね、神岡くん。素敵、さやかさんですって。聞いた？お姉ちゃん。ほら、やめなさいってば。あら、お姉さまはなんで怒るのかしら。さやか、何か怒られるようなこと言ったかしら。ごめんね、神岡くん、この子いつもこうなの。そう、お姉ちゃんは謝りすぎ。さやかの問題なのに、なんでお姉ちゃんが謝るのかしら。もう少しは静かにしてられないの。神経質なんだから、お姉ちゃんは。まあ、小心者のお姉ちゃんを理解していない神岡さんもちょっとだけ悪いかな。ジャッジは下ってるのだよ、君たち。この件は解決したの。あとは、はい、握手握手。はい、OK。そんでもって、軽くキスでもしときましょうか。姉ちゃんだけ弓倉さんって呼ばれるのはなんだか公平じゃないわ。ずっとこうだったんだから。二人とも名前で呼んでくれないかな。こら、敬語を使いなさい。それに神岡くん困ってるじゃない。ごめんね、無視しちゃっていいからね。まあ、さやかの意見は無視ですって。さやかだって最も素敵な解決案を考えた上での発言だったのに。じゃあね、お姉ちゃん、明日の放課後は中等部までよろしくね。じゃあ、神岡さんもまたね。ごめんね、神岡くん。あのね、明日の放課後、さやかの三者面談があるの。あの子、いい子なんだけど、ずっとあんな感じだから、ちょっと不安なの。じゃないの。父も母も仕事の関係でずっと家にいないだけで。でも決して無責任とかそういうわけじゃなくて、ちゃんとホームヘルパーさんが週2回来てくれて、その、
集会って何をやるんですか？例の意識不明の件について理事長からの説明があるようだ。説明ってどんな説明なんですか？せっかちだな。それを理事長が話すんだろ、東百合君。先生、質問よろしいでしょうか？はい、麻生君、なんだい？説明のために集会を行うほど特殊なケースなんですか？そういうことだろう。私も詳しくは知らないんだ。意識不明で倒れて、その後1日置いて全校集会よ。それだけのために中等部まで呼んで全校集会を開くと思う？本当に病気の類なのかしら。し、声が大きいわよ。そう思ってたわよ。でも全校集会でしょ。あ、そろそろ理事長のお話が始まるみたいね。
進むくん。終わったよ。今日は筋トレだけなんだ。で、なんか用？一緒に帰ろっか。だって帰るんでしょ。今日はアキちゃんと帰る約束してなかったから。ちょうどいいや。うん、じゃあ10分、いや5分で着替えてくるから、ちょっと待ってて。綺麗だね。色って光の反射なんでしょ？ん、例えばさ、例えばだよ、桜は桜色が嫌いだから桜色の光を跳ね返しているってことも考えられない？赤いものは赤が嫌いだから赤を反射しているかもしれないでしょ。それなのにみんなに赤色赤色って言われて、実はかわいそうなのかもしれないね。東ゆりさんって何？うん、いいけど。だいたい想像つくからね。1、東ゆりさんって幼稚っぽい。2、東ゆりさんって単純だね。東ゆりさんっておバカ。って、ちょっと悪い方にしか転ばないじゃない。本当はなんて言おうとしていたのよ。で、なんて言おうとしたの。知らぬは一時の恥、言わぬは一生の損。いたんだね。ごめんね。進むくんはどっち方面だっけ？もしかしてご近所？へえ、全然知らなかったよ。あ、でも私買い物があるんだった。クラスメートなのにあまり話したことないしね。じゃあね、また明日。
進くん、ごめん。謝んなきゃって思ってたんだけど、言い出しにくくて。昨日もずっと悩んでて、今日こそは進くんに謝ろうって決めたんだ。私が悪かった。ごめん。進くん、七角ペンダントなくしたでしょ？あれ、私が拾ったんだけど、林道に、あ、いや、林道先生に没収されちゃったんだ。ついてなかったの？あ、切れた。いくらなんでもぼんやりしすぎよ。